静かに馳せる焚き火の音、頬を撫でる優しい風、そうこの感じ、この感じですよ。ランドソルでは味わえないこの空気、これこそボッチプレイスの醍醐味。葵ちゃん、もう大丈夫、一人じゃないよ。行きますよ。 BB 団友達参加、矢印参加と参加がかかっています。 Hey yo、 そこの小僧、 My friend になりたいよ。青大将新体操、塩胡椒果たし状、生徒手帳大王女、それもこれもガンガン、そうお前とよ友達を作りたいんだよ。かっこ米印。なおこの場合の友達とは週1回以上3回、書簡および年力などにて連絡を取り合う仲と定義するものとします。かっこ閉じ。はい、こんなの生まれて初めて食べました。味もとっても美味しいんですけど、もう一つ大事なものがあると思うんです。こうしてあなたと一緒に食べるだけでより一層美味しくなっているような気がします。これって友達がたくさんできたらもっと美味しくなるってことですよね。思い返せばあなたと BB 団を結成してからいろんな出会いがありました。仲良し部の皆さんやリーダーさんに、たまきさん、そして今回はゆかりさんとじゅんさんと、どの出会いもあなたがくれたものです。だからあなたと一緒にぼっちをバイバイしたいです。私の誕生日のお祝いだなんて、すみません、リア充な空気に心臓止まりそうです。時々団長さんと一緒にいるとなんだかドキドキしちゃいます。この気持ちは友情が深まった証なのでしょうか。BB 団の活動のたびにあなたに会えるのが楽しみで、毎日早く明日が来ないかなって思っちゃいます。とにかく目立たない、そして常に隅っこに、こうすればぼっちの私でも平和な学院生活が。BB 団で揃って一緒にバイトができるなんて、おもちゃもバイト仲間も作りましょうね。二人で力を合わせて設営をして、お料理をして、キャンプの共同作業はひぼっちの気分が味わえます。